名古屋市名東区です。道路脇には街路樹など緑が生い茂っていますが、向こう側をご覧ください。ビッグモーターの店の前には全くありません。この問題は名古屋市内にあるビッグモーターの複数の店の前に植えられた街路樹が不自然に枯れていたもので、市は先月31日市内4つの店舗の前で土や木片を採取して調査していました。その結果、4店舗すべての周辺から除草剤の成分が検出されたということです。一方でビッグモーター側は名古屋市の聞き取りに対し、除草剤をまいたことを否定しているということで、市はビッグモーターに対して内部調査を依頼するとともに警察に被害届を提出する方針です。ビッグモーターは CBC の取材に対し、現状回復も含め誠心誠意の対応をしてまいりますとコメントしています。